俺様にはまだ切り札がある。何を持ってんだよ。さあ、あいつらをやっちまえ。え？あ？え？おい、どうした？怖いな。動け、動け。なんか隠してんの？それが切り札だって。このガラクタがいなくなっちゃった。はっ、待て。放っておこう。もうランドールには何もできないよ。いや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 にゃにゃ。それよりもブーを返してあげないと。そうだね、そうだな。それが先決。ブーのドアはドア倉庫にあるはずだ。ここを出て発電所区画を通り抜ければドア倉庫にたどり着く。発電所区画。さあ行こう。よし。あ、また13。誰だ。なんか出てきました。え、なになになに。何を入れてるの。うわー。うわっ、ってかスマイルバッジ。攻撃力と魔法力がアップし、最大 AP がわずかにアップします。お、いい具合にセーブポイントがありますね。宝箱。ファイヤーマンロゼット。ファイヤーマンロゼット、防御力がアップし、ファイヤーダーク耐性がアップしますと。はい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 。アンブレラロゼットのファイヤー版ですね。ちょっと空の守りを固めたいからシャドウアンクルは外して、ドナルドのこのサンダーレッドと交換しますか。サンダーレッドを取って空にサンダーレッドで、暴力をプラス5にしてサンダー耐性とウォーターダーク耐性をつけると、うん、でドナルドは今ファイヤーマンロゼットを装備しているので、ここに対してこの、うん、シャドウアンクルをつけてダーク耐性を整えよう。なるほどね。でグーフィーはファイヤーとマスコロゼットと。いいね。新しいアビリティコンボマスター2のを覚えました。攻撃がヒットしなくても続けてコンボを繰り出せると。いいね。コンボがずっと続くって感じですよね。より強力な攻撃がやりやすいと。まだサンダーパーつけれないか。あとスマイルバッジなるものも手に入れましたね。攻撃力、魔法 AP6 か。ウォークリジェネ。歩いたり、あ、はいはいはい、歩いたり走ったりすると MP が回復するやつだ。MQ を使い切った後の MP 回復スピードには影響しません。ルーンリング魔法力 3AP4 に比べて、魔法力3でも攻撃力が上がるし MP が回復した方がよりいっぱい魔法を使えるから、魔法力を少し落としてでもこっちの方がいいんじゃないかな。じゃあスマイルバッジにしましょう。ドナルドはね。 OK。 サンダーアップつけれるね。 OKOK。 サンダーアップつけて、これで魔法力もアップ。よし。いやー、こうやってセーブポイントがあってショップがあってっていう感じで、さっきの展開からいくとボス戦近いんだろうな。あったー。よし、サリーさんなんかしてくれませんか。びっくり。よっしゃ行こうか。なんかボス戦が近い気はしますが、次出てくるね。あれ、これなんだ。おお、すごい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 。なんだこれ。あ、隠れてシュートを打てるんだ。はい、どん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 奥に進んでいけそう。よしよし、どんどん奥に進んで、この細い路地。うわっ、なんかありそう。イベント発生。うわー、警報鳴ってる。どうする。あ、壊れてる。あららららら、大変だ。苦手なやつだな、あいつ。おお、何来た。ヘリコプター。高度835号、南7216進行中。あらー。繰り返す。未確認生物出現。うわ。それに伴う火災が発生。コード7216。なんだよコード7216って。やべやべやべ。どうする？まずはブーを返そう。うん、そうだ。ドア倉庫へ向かおう。めちゃくちゃだ。よし、まずはドア倉庫に向かうしかない。いやー、出てくれ出てくれ。はい、スクリームストライク。わあ、またかよ。よし。うわあ、敵がいっぱい出てきそうなところだな。やばいでしょ。うわ、なんだ。あ、ヘリコプター。敵か？味方か？お、味方かな？大丈夫ですか？ああ、よかった。我々に任せてください。お願いします。おお。うわ。高度7216。未確認生物出現。任せろって。お。ミラージュロット使えるか？あ、使えない。火を消すには水だよ。レイジフォーム。怒りのフォーム。へい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 。あいしゃ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 。オッケー。火を消すんだ。厄介な火を消すんだ。よっしゃ。これでだいぶ戦いつなとかフレアフォース。あとどこだ。ウォーター。オッケー。よし。お、ウォーターが動いた。ああ、危ねえか。ダメージを受けつつも結構厄介だったな。よし、みんなで消火活動だ。なんとか収まったが。ありがとう、助かった。はい、我々は。行っちゃうの？俺たちも行こう。うん。よし。さらに奥か。宝箱あるじゃん。ファイラバンクル。ファイラバンクル。あ、防御力が3上がる。なかなかいいね。次のボスがね、何系で来るかがちょっとよくわかんないんだよな。ファイヤー特性つけといた方がいいのかな。まあいいや、空にファイラーバンクルつけときましょう。うん。よし、先に進もう。奥にきっと、扉があるはず。いやー、でも13機関、このやつら、どこが気になるよね。よし、さらに奥へ。いいよ。オッケー。ムール貝。うわー、なんかありそうなんですよ。お、アイテム。お、はい、フォーカスリカバーですね。おお、なんだ。至急応援。うわー、また火か。結構燃えてるね。なんかイベントがありそうだな。おー、いっぱい出てきた。敵は俺たちに任せろ。よし、トリニティーラッシュ。あいつが嫌い。あいつが嫌い。よいしょ。おら。よし。おら。殲滅しよう。はい、ボーリング。よし、やっつけたか。先に進もう。いやー、なかなか連続のバトル。骨が折れる。あ、ここも出てきそうだな。よし、スニーカー。で、この先はもう登っていくんだね。オッケー。おいしょ。オッケー。どん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 登っていったこの先。うわ、なんだろうこれ。これは？おっとっと。あ、登っていけるかな。あ、なるほど。登っていける感じだね。よし。オッケー。わあ、敵や。はい、次々出てくるんだね。お、アイテムもありますな。ダマスカス、はい、一掃したね。よし、次はこっちの方。なんかいよいよボス戦が近くなってきたよね。だってどんどん上に登ってきていくからさ。よし、走っていこう。おお、なんだここは。ここから飛び降りていこう。飛び降りていく、これですか。おおい、あちゃんだろ。ああ、今壊せたんだ。大失敗。上に登ってもう一回壊せませんか、こんなところに。お、ムーンアミュレット。ムーンアミュレット、攻撃力と魔法力がアップし、最大 AP がわずかにアップ。ダメージアスキルか。22で AP が8。つけたいけど、ちょっとやっぱりこれはね、グルメリングはやっぱりドナルド持っておきたいから、まあいっか。本当はね、きっとムーンアミュレットの方がいいんだろうけど。よいしょー、はい。お、ミッキーズサークル、クラシックキングダムのゲームデータですね。 OKOK。 ほんでセーブポイントもあると。はい、先に進みましょう。ちょっとショートカット変えてみました。今までずっとせっかくファイラーを覚えてたのにファイラーのままだったので、ショートカット前にファイラーを、そしてねウォーターラーを覚えたのでちょっとウォーターラーをつけてみました。はい、でポーションと、8ビットボンはそのままですね。うわ、絶対戦いでしょ。よし、これ出てきたな。お、 CDA見守ってくれ。よし、このように注意しながらミラージュロット、ヘイヘイヘイ、よいしょ、ヘイヘイヘイ、よいしょ。火を消さないとまずいよってか。おっと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 、ヘイ、よし、スプラッシュラウンド、これで火を消しましょう。戦いやすくします。はい、戦いするとより面白いとちょっとね。はい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 、よっしゃー、よし、グーフィーボンバー、あ、危ない危ない、オッケー、はい、おおグーフィーも人殴りでオッケー。お、なんだろう、お、リンクコマンド、シンバ使いてー。リンク、お、キングスフレア。フィールドを縦横無尽に駆け回りながら、まるでファイガロアで周囲の敵を気絶させ、まるでファイガジャンプで敵を吹き飛ばしますと。最後は三角でフィニッシュ。エリア全体を焼き尽くしましょう。やらないわけにいかないだろう。よし、どんどん先に進んでいけるね。なんか怪しい雰囲気だな。こっちだ。よし、行こう。ん、なんだ。うわ。なんだよ。うわ、火。爆発。うわ。うわ、ガスボンベ的なものが爆発しまくってる。おお、危ない危ない。逃げろ逃げろ。ああ、封鎖されちゃった。ダメだ。今度こそ行き止まりだ。行けない、進めない。サリー、他に道はないのか。どこか考えるからちょっと待って。お、でもなんかブーがわあ、お、窓、このパイプを通っていけば、窓じゃない、パイプを通って上に登るか、行けそうだ。ブー、ありがとう。マジかよ。このパイプを通っていこう。え、おいおい、俺たちが目指してるのはドア倉庫だぞ。このパイプの先って冷却タンクかなんかだろ。冷却タンクそんな行き当たりばったりじゃ危険だ。どうすんの、いいから俺に任せろって。お、なんか作戦があるんだ、サリ。先進ますか。で、今のレベルアップでまた新たなアビリティを得ましたね。カウンターアップ。ガードカウンターやリスクドッジカウンターで与えるために、おおカウンター全然使わないけどカウンターって難しいんすよね。はい、そしてこれキングスフレアですね。これ持っていこう。あ、ケアル覚えてたえ、覚えてた、知らなかった。いつ覚えたんだよ、ケアル。ケアルでもポーションいらねえな。まあ、いや、ポーションとケアルダブルセットしておこう。はい、今カスタマイズをいじったんですが、まあ、今ファイラ、ケアルをなんと覚えていたことを知らないというで、ケアルをセットして、まあ、一応ポーションもねつけて、キングスフレアをつけたんですが、なんとカスタマイズ3つつけれることを今まで知らなくてこれなんかいろいろつけました。でブリザード、サンダー、ウォーターラーを2番目に、3番目にワンダーバルーンとハチビットボンも入れてみました。まあ、今考えられる範囲で全部ねつけました。じゃあ先にこの上だね。1個目ちょっとくるっと回ってからいこうかな。はい、何もなかったっすよし、じゃあこのブーが教えてくれたこの道を登っていこう。おお、やばい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 、怖え。ここをブーも滑って、うわ、いやいややんなやつ出てきたぜ。アンバースの群れめんどくさいから、いけー。おお、かっこいいかっこいい。よっしゃー。なんかトリプルラッシュなのも覚えた。にゃんにゃん。確かまだ修理していなかったはずだ。修理。おお。こっちだ。え、なんかあんのかい大丈夫？ドア倉庫だ。ドア倉庫な、俺の言った通りだろやるね、サリー。さすがだよ。パイプの行き先まで把握してる社長なんて、社員は見習うべきだよね確かにありがとう、マイク。さあ行こう。ドア倉庫はこの先だ。細かい路地まで把握している社長か、かっこいい。ブーのドアを探すためさらに先へ進みましょう。このステージは取りこぼしはないね。よし、じゃあ奥に進んでいきましょう。あ、その前にトリプルラッシュ、ターゲットに接近しつつ攻撃するフィニッシュ技を繰り出します。いいね。よし、じゃあここ降りていこうか。いやー、なんかまた普通に敵が出てきそう。降りますね。一層。うわ、すごい火。ここはちょっと行けなさそうだから上を登るしかないかな。この横入れないね。でこの上を通って、うわ、すごい火だ。あそこからドア倉庫に行けるぞ。あそこだね。で敵がここで出てくると。いや、リンクやってみよう。キングスフレア、シンバ来い。うお、かっけー、シンバ。ほいほいほい、ファイガージャンプ。うお、なんだ鬼の強さうわ、ドゥイフィニッシュ。うわメテオだね、完全にお、所箱発見。 OK、 メガエーテル。よし、この先がドア倉庫だな。いや、明らかに怪しい振り。この黒いのは前見たやつですね。13機関が何かを復活。あ、赤い線です。エリアが変わりますな。なんだこの先は。おおおお、ドア倉庫。ああ、ありがたいくセーフポイントとショップ。完全にそろそろボス戦なんじゃないですか。よし、じゃあ先に行きますか。もうこの黒い跡とセーブポイントでいよいよこのステージのボスなんじゃないですかねうわ、出てきそう。来い。ドア走行、ああこれこれ、さっき13機関のやつがね、ルーのドアを探そういじってたやつ出てきたな、ランドール。ガラクタが動かなくって懲りたんじゃないのか。確かにそれはどうか。これだよね、何なんだろうこれ。えいや大丈夫、うわこれ何なの、あ大丈夫か、怖いやつ。待てマイク、様子が変だ。マイク気をつけろ。大丈夫か。余裕だな、おい。ガラクタだって。笑ってやがる。なんだよ。なんか来た、なんか来た。